どうも、くまです。今回は MP5、MP5K か、ガンオブスティールを使って、クイックマッチの選別に挑んでいきたいと思います。で、この武器はちょっと面白くて、敵に与える画面ブレ効果として全兵種に対して 50% の効果があるそうです。まあ、MP5 自体が結構ポイントマンとして当てやすい武器になっているので、この効果の恩義がもしかしたら大きいかもしれない。ただ、防御貫通が15しかないという、かなりポイントマンの中では低い防御貫通なんで、ちょっとでも離れると豆鉄砲とかしてしまう。これが MP5 ですね。まあでも、この武器、クラメンのアイスマルさんはすごい推してたので、この武器を使ってやってみよう。どうも、クマです。クイックマッチの、殲滅イベントかな。第4戦目やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。クイックマッチイベントね、30戦やんなきゃいけないのと、前回の J チャンピオン50回やってないからね、そんなやる意味ないけど。まぁ、ちょっとでもね、レッドチケット欲しいんで。手榴弾投擲。さあ、まずはボムから。うわー、ナイスボム。あ、強っ。あ、面白いとこ味方いるね。うわー、固まる。あ、どうすんの。なんかどっからやられたかわかんない。上かな。あ、ただ結構回収できたね、タグは。手榴弾投擲。くそー、やりきれん。手榴弾投擲。やばいなぁ、今のはやばい。カクつくんだよなぁ。そこが不調だよ。やばいなぁ、今のはやれたなぁ。あー、当たんねえな。下手くそすぎる。お、すごい。ショットガンか。殲滅でショットガンを殺す。やばいな。やばい、逃げられないよな。行くべきだな、今。僅差。結構活躍できてる。まあ、タグ回収した。誰か、行くか。手榴弾投擲。何ボム。ワンデスだったのはあんまり意味ないんだよ。ナイスだ。いや、強いな。 AK マーク4サルゴンさんみたいな。わー、上登ってるか。
ナイスだわ。あと3キル。あ、外す。あぶねー、隠しすぎた。あー、なんかマウスが動かない動かしてないんだけどさ。強いわ。よーし、20キル達成。やっと上げれるか MP5。 うわー強っ。よさあどこまで稼げるか。うわー重い。オッケー、今引っかかる。おう、あー後ろ、あと1キル、ラスキル取る。うわー、いやでも勝った。オッケー、勝ったし20キル達成した。よっしゃー。じゃあ成績見よう。 24.0キル13のアシスト8、ダメージ 13.7、24キル17ですと。かなり成績良かったですね。MP5 面白いな。やっぱまっすぐ飛ぶから使いやすいは使いやすい。だけど、ちょっとでも離れるとかなり豆鉄砲になってしまうっていうのが、まあ欠点かなと思います。それではご視聴ありがとうございました。